私ね、みんなこだわりは持つんですよ。さっきも言ったんですか、必ず。だから一番瞑想、呼吸法、まあ、ヨーガっていうのは全部自分の内側に帰ろうとしてる、内を見ていくことする。まあ、内っていうのは感覚だったりするんですけどね、それを見ていくことするんです。自分で頑張って呼吸せずに体が望む呼吸を味わっていく。次の呼吸、前の呼吸と足踏みにしましょうかね。下半身ずっと固定してると使います。さあ、ここからじゃあねじりと側屈ね、左右倒れていきます。ねじりの側からちょっといきましょう。鼻から吸って両手横に広げて空へと伸びていきます。自分の存在感を空につなげるように。ではここまでいきたいと思います。昔を、はい、それでは本日のヨガ講座を終わりにしていきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、こんにちは、長野インターネット強くと申します。今日はあるイベントがありまして先生に来ていただきました。すいません、自己紹介お願いします。はい、ありがとうございます。田中聡と申します。よろしくお願いいたします。ここは、アートコックン未来という場所ででして、はい、本来は美術などを、アートギャラリーですね、美術展やそれからあと音楽などをそうしたアート活動をするような、ギャラリーでもあり、こうしたあの民家をですね改装された場所だったりもするんですけども、ここでですね、主催の、上澤さんが、私がもともと仕事のつながりで関係があったがゆえに、そうしたアートを好まれる方たち、感覚意識ってすごく敏感な方も多いと思うんですけども、はい、そういうつながりから要が、身体の感覚ですよね、それから、私たち人生を経験する上でも感覚って大事なんですけども、ヨーガ、私はヨーガ研究所、インドのヨーガ研究所の付属大学を出た、そういう経緯もありまして、ヨーガを通じてしまえば感覚を研ぎ澄ます、ヨーガを通じてその感覚体験から人生の経験をより豊かにしていくなんていうことをちょっとこちらの方では、伝えさせていただきまして、皆さんとヨーガの体験を通じながら身体の感覚を通じながら、自身の人生の可能性を楽しんで広げていこうなんていう、そういう講座を主にやらせていただいております。なるほど。ヨガとはまたちょっと違うんですかね。あ、そうですね、別にこれは呼び名の問題なだけなんですけども、私が、そのインドのヨーガ研究所の付属大学を出てきたこともありまして、いわゆるもともとサンスクリット語ではヨガと言わずに王の母音が伸ばすんですね。結構インドではヨーグって言ったりするような感じで、意外と最初ヨーグルトかなんて思うような発音なんかも聞いたりもしたんですけども、なので日本の中でも割とその元々の持っているヨーガの瞑想の、心身の落ち着き、体の整えだけでなく人生のものの見方から変えていくというような、そこまで哲学的に深いヨーガをやっていくっていう人たちは日本の中でも割とヨガではなくてヨーガという表記で語る方が多かったりするんですね。そういったこともあって私も、本来のサンスクリット語の発音に近いヨーガという形で活動は展開させていただいております。ヨーガの講座なんですけども、ここでは、実は呼吸で自分を知るヨーガ講座というタイトルなんですね。なんでヨーガっていうとみんな身体をね、大きく使って動かしてとか、伸ばすとこ伸ばしてとか、体を柔らかくするっていうような印象の中でヨーガを捉えてると思うんですけど、どこまでもここではもう少し自分の内側の感覚、微細な感覚に入っていって、その呼吸を通じながら自身がどういう自分でありたいか、どういう自分が、こう悩みだとか、課題だとかを抱えながらも自分の内側に帰ることによって自分の中に、自分の可能性、自分の新たな、決定、自己決定を見出していくっていう、そういうところを結構大切にしている講座だったりするんですね。だからこう面白いんですけども、その体の整えももちろんやってはいくんですけども、むしろ本当に微細なレベルで呼吸というものに型を与えながら、微細な呼吸、そして一定の呼吸なんかを通じながら、そういう型を与えることによってどんどん自分の内側から整っていくというような、その微細な感覚変化を味わっていくというところが講座の特徴になってますね。なので、ヨーガを普段やってる人というよりかは、むしろあんまりやってなかったり、一回やったんだけどもうやってないっていうような人がこちらに来ることも多いですし、でやっぱりここにつながる方なので、もともと芸術アートが好きっていう、そういう方たちが多いんですね。だから身体を動かしてどうのという前に、そういうこう感覚性、微細な感覚、自分の中の
なんかこう音楽の感覚、アートの感覚、そうしたものによって人生を楽しんでるって人たちが来ていただけたりすると、うん、なおさらそうやって自分の感覚を実はしっかりその感覚を感じていくと、実はそれはちゃんと人生の方にものの見方、何かを経験をどう理解するか、その中で自分はどうありたいか、うん、そうしたことを自分の内側から出てくる反応、うん、感覚反応として受け止めるということと必ずつながってくるんですね、うん、そういう体験を理解していく講座としてここではやらせていただいております。ヨガはどこまでも静止なんですね。ポーズをとって動きを止めて静止して、うん、静止するからこそ見える内なる動きを見ていく、うん、内なる動きを、まあ、自由に引き出させてあげるほど受け止める、方向づけない、意図づけないっていうのがヨガなんですね。ちょっと面白いですね。動かしてほぐれるんではなくて、むしろ静止するからこそ勝手に内側から整いたい、勝手に内側から、うん、ちょうどいいところに行きたいっていう、その働きの動きにつながっていくっていう、そういう訓練をしているっていうふうにして言えますね。なかなか難しそうですけどこれがですね、難しそうに最初に思えるんですけども、はい、しっかりとですね、まあ、本来の、うん、この伝統的なヨガのやり方をしていくと全く難しくなくて、まあむしろ言ってしまうとですね、ポーズをほどいた後の安らぎ、これに敏感になっていくっていうのが結構大事なんです。ポーズそのものよりもポーズをちょっとほどいた後の、そのそれまであった緊張がどうほどけていくか、どう整って一番無理のないところに行くか、これをちゃんと味わえば、ポーズの最中とて実はその負荷の中でもですね、うん、一番無理がないところ、締まるところが締まり、緩むところが緩んで、過剰に締まってたところがちゃんと緩んでくれるし、足りなかった部分に締まりが起こってきたりとか整いが起こってきます。だからちゃんとね、こうポーズがほどいた後の一番安らいでいくっていう、うん、そこをちゃんと味わえばそんなに難しいことではないんです。最初にこうヨガと出会った時っていうのはどんな時だったんでしょう、はい、うん、そうですね、私も仕事が忙しくて体も結構壊したりもしていて、はい、あ、そうなんですね、結構ヨガの大家の先生って皆さん体壊されて、でそれでヨガに入られて、そうなんです、それでもう身も心も整えられてって言われて、あのそう整って、なんて言うんでしょうかね、大家になられていく先生って多かったりして、あ、まあ、あの私もだから、まあ、その先生に習うわけじゃないですけど、結構胃潰瘍とかもやったりしてますしね、肩こり腰痛なんかももちろん体験してますし、はいはい、でもそういったプロセスが、そういったものも、うん、この内観という自分の内側の微細な感覚を見るという体験を通じて整っていったので、うん、まあ、今はだいぶそうしたストレス反応から来るですね、体の偏りからは解放されてますね、うん、伝統的なヨガの本質っていうのは、基本瞑想っていうのはもともとヨガから生まれているんですね、はいはい、仏教、ブッダが、仏教を作られましたけど、それもブッダはもともとヨガという、まあ、いわゆるインドの中の修行体系を、ね、やられていまして、それはヨガなんですね。修行、インドにある修行体系は基本的に全部ヨガという文脈にあります。だからヨガも仏教も基本ルーツは一緒になりますし、うん、ヨガの経典に書かれていることのほとんどは仏教経典、特にブッダが語った初期仏教と非常に近いところがあります、教えとしては。ですからその仏教ってやっぱりね、体を整えるというよりもやっぱり心ですよね。人生の苦しみを取り除いていく、そういう、いわゆるもともとそういう修行体系というか、まあ、修行体系というのは知恵と実践なわけですから、実はヨガもそういうところがあって、もともと目的は生き方、心と言ってもいいですし、その生き方をどう整えていくかというところが一番のメインなところです。うん、実際言ってしまうと、先ほどから感覚を見るなんて言ってますけど、うん、感覚を見ることを通じて人生のものを見る見方、ここを整えたいんです、はい、うん、人生はね、やっぱりね、よしあしをつけてどっかやっぱ否定したり対立してしまうところがあるんですよ、うん、何かどうしてもね、あのこれだけは受け入れがたいとか、うん、こうであるべきだっていうふうにして、あのある一方向にどうしても寄っていくところがあって、もちろんそれ自体が悪いことでは決してないんだけど、それにとらわれすぎるとどうしても自分自身が生きづらくなる、苦しくなるところがありますよね、うん、まずは一回完全に受け止めていく、うんうん、あるがままを受け止める。だから、自分がね、今どういう経験をしているのかも、辛いことも、楽しいことも平等に受け止めるように、その時ポーズをとって自分の感覚、凝り固まったところも緩んでいるところも、うん、そして呼吸がどう動くかも全部あるがままを受け止めていくと面白いもので、意外と人生のものの見方も、うん、ちょっとこうでないとではなく、少しこう全体を見渡しながら、ああ、で、さらに言えば感覚が変化するように、物事もよく見てると変化していくんですね。
その変化のプロセスを見ていくと、あ、おのずと無理がないところに行くなっていう、そういう流れが見えてくるんですね。それが私たちの体の中ではおのずとちょうどいいところに調整される、体が調整されるように、心も同じように無理なくものを見るという見方が体験できてきますし、それに即した自己決定をした日常生活もできていくっていうことになっていくというのが流れです。なるほど。今日は電気消して、はい、やってましたけど、はい、なんかそれは特に意味があったわけではないですか、うん、そうですね、内側を見るっていうことがやっぱり大切で、はいはい、やっぱり電気とかついてたり鏡とかがあったりすると、結局外を見てしまったりして、こっちの方がいいんじゃないか、こうして伸ばした方がいいんじゃないかってなりますね。とか割と外のことを見てたりすると、自分がその時どう感覚、何を感じてるのかって意外とわからないものなんですね。だから目を閉じて少し暗いぐらいの方が内側の感覚にやっぱりつながりやすいんですね、うん、で感覚につながるってことは、感覚がどう変化してるかをよく分かっていく、うん、でこの変化が整いであり、それがそういう変化に馴染んでいくと、人生の流れの中でも整いに向かっていく変化というものが見やすくなるっていうことですね。なるほど、うん、今後はどんなふうに、ヨガやっていこうかなとか思ってるんでしょうか。あ、ですね、普段私は東京の方で、ヨガの活動主催をしてやっていますので、やってるんですね。そうなんです。で、やっぱり私の場合ですと、こういう講座っていうんでしょうかね。はい、ヨガは何をしたくて、何をしてどうなっていくのか。つまりヨガの方法論ですね。その感覚を見ることによって、どうして私たちは生き方全体が苦しみではなくて、自分が満ち足りた方向に行くかっていう、それがやっぱりこう体を動かしているだけではちょっとわからないなという人もいたりしますよね。なので私の場合はそれをヨガの教えに即した、まあなんて言うんでしょうかね、講座として、まあ言葉としても伝えつつ、かつ体験も深めて、理解と実践がちゃんとリンクしていくような活動をしていくっていうのが一応私のヨガの活動の方向性ですし、特にここではね、そうしたこう体を動かすだけじゃなく感覚を楽しむなんていうところが一つアート国未来ではテーマになっておりますのでね。なるほど、うん、感覚性を楽しんでいくような講座をここで今後も実践していきたいなと思っています。自分の感覚、気づかなかった感覚に気づいていくと、こんなにも自信って安らいだり満ち足りたり、もしくは、慈しみとかね、思いやりみたいなものを自分の力感じ、こうなんていうんですか、実現していきたいのかっていう、そういうような触れ合いが楽しめると思いますんでね、ぜひよかったら来ていただきたいなと思っています。ぜひ機会に向かって頑張っていただきたいと思います、はい、どうもありがとうございます。今日はありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。